エースケック。ルイエーテハムレット。シェイクスピア作。作品のアウトライン。王子ハムレットは、最近休止したデンマーク王ハムレットと王妃ナートリュードの息子である。ナートリュードは、夫の死後間もなくその弟で王位を継いだクローリアスと結婚したが、 これは、ハムレットにとって父の死にも勝るショックであった。そこへ父の幽霊が現れ、クローディアスこそはナートリードを誘惑した挙句自分を毒殺した張本人だと語り、おじように復讐せよ。ただし、母親への処置は、天に任せよと命ずる。感性鋭く試作癖の強いハムレットは、 その幽霊が自分を惑わそうとする悪魔かもしれないと考え、復讐の実行をためらう。彼は、おじの魅惑の目を逸らすため、気が狂ったふりをし、愛しているオフェリアに対してもつれなく振る舞う。檻から旅回りの劇団が城を訪れたので、彼は、おじの罪状を表現した劇を書いて上演させる。 それを見たクローィアスは、結晶を変えて広間から飛び出していく。その直後ハムレットは、祈っている無防備なおじを見つけるが、今や彼の罪を確信したにもかかわらず、殺すべき後期を逃がしてしまう。彼は、また母を軟喫して今にも殺さんばかりであったため、株掛けの後ろで立ち行きしていたオフェリアの父ボローニアスが思わず驚きの声を上げ、 ハムレットは、それをクローディアスだと信じて刺し殺す。ようやくハムレットを、危険死するようになったクローディアスは、彼をイギリスへ送り、イギリス王に彼の殺害を依頼する。オフェリアは、ハムレットの拒絶にクアウルに父の死という打撃のため発狂し、歴史する。その兄レイアーィーズは、父の死の復讐をしようと、フランスから帰ってくる。 彼はクローディアスを恨んでいるが、クローディアスは巧みに解いて、その矛先をハムレットに向けさせる。ハムレットはクローディアスの企みの裏を書いて、イギリスへの船旅の途中から引き返し、オフェリアの葬式が行われているのを見る。やがてクローディアスは、現実の試合を準備し、ハムレットとレアアーキーズを戦わせる。 レイアーティーズは、先側のついていない毒塗りの剣を使用し、ハムレットを傷つけるが、ハムレットは、その剣を奪ってレイアーティーズに致命傷を負わせる。死に瀕したレイアーティーズは、国王の配信行為をハムレットに打ち明ける。その間に王妃は、国王が、ハムレットに飲ませようと用意していた毒酒を飲んで死ぬ。 ハムレットはクローリアスを刺し、無理に彼に毒酒を飲ませ、親友の保冷症が同じ毒酒を飲もうとしているのを妨げた後、死んでゆく。